毛利広史来明治4年5月12日は、長州藩一門画廊である、大野毛利市への八大当主。父は、毛利氏家,家来。母は、綾野幸治春氏の娘。性質は、片田成政の孫娘。子は、清光寺市人室。毛利氏家,家臨室。毛利氏家仙、毛利元淳室。陽名は熊太郎。通称は沖。号は覚王。 意味名は、広司来、広司来とも表記する。今日は三年、一門が老毛利親、来の長男として生まれる。文政七年、親、来の転役として、江戸に下校し、新藩主、毛利仁元のお国入りの許可の御礼の使者として、将軍、徳川家成と、聖師栄養に配慮するより返記を受けて、広司来と名乗っている。天保六年父の死去により家督相続する。 天保十年、藩主、吉地下の江戸城都城の友をして、将軍栄吉と精神家定に配慮する。安政二年、創州浦賀慶護総武用。安政三年、下藩役、当職、江戸党役となる。元治元年、金門の変により、長州藩が幕府の政党を受け、藩主の命で、広島の政党総督、徳川義勝の下で、停戦交渉を行い、 金門の変の責任者の国主を野生、増田を痩せ、福原元官の三人を切腹させ、その支給を吉勝のもとに持参して強順する。慶応二年幕府による第二次徴収政党を受け、相国大島軍で幕軍と交戦する。明治維新後の明治4年5月12日没。去年69。宇田元氏家、吉木元氏家ら一門が、 明治に男爵に除されているのに対して、王の毛都氏家が借位を受けられなかったのは、当主の広白来が一新期に藩内で保守派に属していたことも一因と指摘されている。ありがとうございます。